お前ら元気にしてたか。時間かかっちまったが、ここで酵素を打つ。親父の敵討ち。お前たちも協力してくれよな。あら、あなたのその手にある玉、それって前はなかったと思うけど。ん？ああ、こいつか。俺は炎術に玉璽を渡した時に引き換えに受け取った宝物の中にあったんだ。炎術？力を持ってたとか使ったとか、そんな話は聞いたことないけどな。きっと炎術には力を表出させるほどの強い志がなかったのね。力は強い意志を持たないと反応しない。帝という牽制で栄養映画を求めたがゆえに力を使えなかったんだ。しかし力って随分分散してますね。私有と相殺したとはいえ、ここまで散らばるものなのだろうか。何か言いたげね。私が私有に負けて力が散らばったとでも。あ、いえ、そういうわけでは。孫作、出陣の準備が整った。あとは君の号令を待つのみだ。よし、行くぜ。感情を落として酵素のいる慶州への足がかりにするんだ。感情を一気に制圧するぜ。ユウ君が戻ってくるまでが勝負だ。みんな存分に暴れてやれ。おれ孫作、リュウ君殿が留守の隙を目ざとく狙い撃って、この城は絶対に落とさせぬぞ。敵は籠城の構え。ならば我らは周囲の2つの拠点を制圧して揺さぶりをかけよう。南は閉じられている。北より回り込むのだ。Thank you.
索など恐れるに足りん。崖を下って突撃し、奴らを圧倒せよ。上の兄上はすごい。魚が水を得たように生き生きとされている。私はあのように戦えるだろうか。おい、ケン、何難しい顔してるんだよ。お前だって虎と言われた親父の血を引いてるんだぜ。思うままに戦えばいいんだ。
ちらへ向かっている敵部隊。このまま放っておくと突っ込んでくるわよ。指示する将を倒した方がいいんじゃない？一つだな。さあこの勢いでもう一つも落とそうぜ。
走、敵陣を一気に粉砕する。城にこもっておとなしくしてるつもりかよ。えい、薄狙いの盗っ人が偉そうにむざむざお前たちに感情を渡すものか。門を開け、奴らをここから追い払うのだ。さすが兄上だ、熱く激しい戦をなさる。存外あっさりとこちらの挑発に乗ったな。さあ、龍君の戻らぬうちに縁員を倒し感情を制圧しよう。
艦上にいるやつは聞いてくれ。俺は孫博、ここへ来たのは略奪のためじゃなく慶州へ行くためだ。お前たちに危害は加えねえ。危害は加えない、本当かしら。でもあの孫作様、嘘はついてなさそうだし、むしろとても正直そうなお方。みんな、俺たちの勝ちだ。孫作殿がこれほど見事な戦をなせるとは。この長子竜、感服いたしました。俺一人の力じゃねえさ、みんながいるからここまで戦ってこられた。親父が死んだ時
正直何をすりゃいいのか全然わからなかったが、そんな俺をみんな懸命に支えてくれたんだ。孫作殿の志が皆を一つにまとめ、ここまで大きな国を作り上げたのでしょう。また志。その話はいいから、一体あなたの持つ力は何なの？今の戦いを見る限り、使わなくても勝てて、使うつもりもなさそうだし、私に返してくれないかしら。悪い、こいつはこれから使わせてもらう。ここからが本当の戦い。構想を追い詰めるにはこの力が必要なんだ。